めチャンネルです。今日はね、ハワイの2日目なんですが、先ほどねヒルトングランドバケーションクラブの説明会が終わってですね、これから、ホールフーズマーケットの方に行ってね、ハイドロフリスクというね、こういった瓶のね、瓶というか、なんだろう、水筒を、目当てにね、行きたいと思います。で、今ね、こちら、アラモアナ公園にいるんですけどね、その遠い面にね、はい、こちら、アラモアナショッピングセンターがございますので、こちらのね、ディズニーストアの方に今日はね、行きたいなと思っております。はい。じゃあね、こちらの肩のね、GoPro の映像とね、両方使いながらね、これから散歩していきたいなと思います。じゃあね、早速行ってまいります。はい、アラモアナ公園ね、非常にのどかですよね。風がね、非常に涼しくてね、日差しは強いんですけど、そんなに暑く感じないですね。はい、今ね、こちらの方に到着しました。ホールフーズマーケットですね。はい、こんな感じ。ちょっと今日はね、風が強いですね。はい、ホールフーズマーケットの方にね、やってまいりました。1階はね、食料品売り場なんでしょうかね。はい、めちゃめちゃやっぱ広いですね。じゃあね、お目当てのね、水筒の方、ちょっと売り場をね、探していきたいと思います。おしゃれなね、喫茶店みたいなのお店ですね。こういったね、ハワイアン的なね、ショップ、あれは、めちゃめちゃ置いてありますね。1階に上がりましたけど、メインはね、1階のこの食料品の中にね、ハイドロフラスクの、コーナーもありそうですよね。そちらの方に行ってみましょう。食料品とかもめちゃめちゃやっぱりね、多いですよね。リンゴ2ドル99セント、1個300円、350円とかあってぐらいですかね。結構やっぱいい値段しますよね。あ、フルーツの盛り合わせみたいなのかね、カットフルーツとか、こういうね、ショッピングセンターみたいなの歩くのも楽しいですよね。アーモンド、ナッツ系ですかね。お、なんだろう、あそこ、エビとかカニとか生鮮食品、魚介類とかですね。こんな感じで売ってるんですね。すごい、カニとか、あ、めちゃめちゃカニとかでかいですね。切り身とかもすごい。で、こっちがお肉のゾーンですね。豚肉とか、あ、もう揚げるだけの状態のものもありますね。もう 口に刺さってるね、バーベキューにそのまま使えるそうな食材もあります。レイ君が泣き始めちゃいましたね。あ、すごい、ここでね、ポケとかも買いますね。このマグロのもの、あ、それ以外のエビなんかもありますね。美味しそう。ハイドロフラスクのね、コーナーの方にやってまいりました。あ、結構ね、シンプルなものありますね。このね、飲み口も結構パターンがあってね、こうやって飲むパターンと、開けてね、飲むパターンの商品と、あとね、なんかストロータイプのやつもあったと思うんですよね。これからかな。あ、こういう風にね、ここでこうやって飲めるタイプの。どれがいいかな。結構ね、空港でもね、いい おじさんがね、ここにスティッチのね、シールとか貼ってカスタマイズしましたからね。なんかそういう遊び心があって非常にいいですよね。ああ、こういったものも限定なんでしょうかね。ハワイって書いてありますね。はい、こっちにね、口のところを変えるね、グッズが売ってますね。これね、ストロー付きのものもね、あったりしますね。
なるほど。なんか1個ね、買えばいろいろねカスタマイズできますんで、元の口とね、ストロータイプを両方買っとくとかね。あ、ここにストローをね刺せるようなね変更できるやつもありますね。さまざま、カスタマイズができますね。どうしようかな、非常に悩みます。はい、今ねハイドルフラスクの、候補は決めたんですけど、アラモアナショッピングセンターでもね、限定の商品とかが売ってそうだったんだね、何も買わずにアラモアナショッピングセンターで買いたいと思います。はい、またね気に入ったのなければこちらに戻ってこようかなと思います。じゃあね、行ってまいります。はい、無事にねアラモアナショッピングセンターの方に戻ってまいりました。これからね、中に入って買い物ね、していきたいと思います。結構やっぱ日本人多いですね。ここら辺はねフードコートがいっぱいあるところでございます。非常にねいい匂いがしてお腹空いてきました。ここら辺もフードコートでしょうかね、食べ物いっぱいありますね。いやめちゃめちゃ広いな。あ、でこの正面の方からね、ショッピングセンターの方に、なっていきます。はい、じゃあショッピングセンターの中ね、ディズニーストアはこちらの2階の方のフロアになるんですけど、ハイドルフリスクがね売ってる、フリスク、ハイドルフリスク、そうだよね、ハイドルフラスクがね、売ってるところをちょっとこれから探しに行きたいと思います。どっか入り口の方なんですね。はい、先にねディズニーストアにたどり着いてしまいましたので、こちらでねディズニーストアの方に寄っていきたいと思います。結構賑わってますね。じゃあ中の方入っていきます。まあね、この間ニューヨーク行った時もね、見ましたんでね、だいたい売ってるものとね一緒だと思うんです。うん、アロハシャツとかね。ああ、ラッシュガードとか、これ可愛いですね。昨日アウラにね買っちゃいましたけどね、これも可愛い。ああ、水着売ってるのはいいですね。子供用の、ね、ドリンクとか、これからねレイ君に使えるようなものもあっていいですね。ハワイ限定の袋とか、はい、ここら辺のコップとかねスタジャンとかは日本でもねニューヨークでも同じものが売ってます。このアロハシャツね可愛いですね。はい、ここら辺のねおくるみとかね、こういったねラッシュガードとか、こういったものを中心にね、まあ、子供服がメインになっちゃいますけどね、めちゃめちゃアウラニでラッシュガード買ったばっかですけどね、買っていきたいなと思います。ここのね特設ステージにもね、いろいろ売ってますね。見ていきたいと思います。ここら辺にもありますね。結局ね、気に入ったデザインがなくてオールフードマーケットの方に戻ってきました。はい、そしてね今あのアラモアナショッピングセンターからねこちらの、オールフーズマーケットの方に来てる途中にね、2人組の日本人カップルがね、ひったくりに会ってましたね。自転車で、ハンドバッグっていうんですかね、押ひったくられた模様です。後ろから追っかけられたんですけどね、叫んでて何どういう状態かちょっと分からず、結局ね何もできませんでした。ハワイといってもね、夜、気をつけてね、伺うようにしましょう。はい、おっかない。結局ね戻ってきました。そうなんですよね、これのね40オンスサイズっていうのがねあんまり売ってないみたいでね、この40オンスサイズにしたいなと思います。あと色だけねもうちょっとこれなのかこちらのね水色なのかねちょっと悩みたいと思います。はい、そしてねディズニーストアの方に戻ってまいりました。結構ね
子供服中心に買ってます。これもすごい色のミッキーですね。よいしょ。このミッキーとかもね、ハワイ限定のディズニーストアハワイのね、限定っぽいですね。かわいい。これもかわいいですね。はい、無事にね、買い物終わりました。こちらですね。結構ね、買いましたね。はい、先ほどね、ヒルトングランドバケーションクラブでね、もらったこの50ドル50ドル計ね、100ドルの商品券、これをね使って、128ドル、まあ元はね228ドルだったのが128ドルまでね、減額できましたんでね、非常に、お得に買い物できたんじゃないかなと思います。だいぶね、歩き回ってね疲れました。これからねフードコートでちょっとハワイっぽいものをね、食べてホテルに戻りたいと思います。はい、じゃあねフードコートの方に向かっていきたいと思います。もうねだいぶ日が暮れました。もう暮れましたというかね、もう8時半ですね、こちらの現地時間だとね。はい、こちらのね、若いマーケットフードコートの方にね行きたいと思います。めちゃめちゃいろんなお店がありますね。ステーキとかね、なんだろう、まあ、ステーキ屋さんが多いな。ハーゲンダッツとかブルーアフターブリム、なんかこのガーリックシュリンプみたいなね、お店良さげですね。はい、ちょっとね、まあいろいろ回って見ていきたいと思います。おハーゲンダッツもね、普通のアイスがカップにね入れて持ち帰りができるような感じのお店ですね。すごい。で、先ほどね行ったこのガーリックシュリンプのお店、こんな感じ。いや、うまそう、美味しそうですね。ここバーガー系のお店ですね。はい、みんなね多分買い物終わってね、一通り時間が終わって夕食を食べて帰るような感じなんでしょうね。ここステーキ屋さんですね。コリアンバーベキュー。はい、美味しそう。何にしようかな。普通のカレーとかねカツみたいなお店もありますね。そしてラーメン、バリオ、すごいですね、バリオ。はい、でステーキ鉄平、ああ、鉄板焼きってことですね。なるほど。ピザ。すごいね。これがチキンですかね。おぉ、めちゃめちゃうまそう。このスペアリブとかね、めちゃめちゃ美味しそうですね。ああ、これタコスみたいなお店ですね。ロコモコ。あ、どれにしよう。ちょっとね悩んでこれから買いに行きたいと思います。タイ料理なんかもありますね。はい、ガーリックシュリンプの方とね、私はガーリックシュリンプ&ステーキの方ね頼みました。花もね、彩りで飾られてて非常におしゃれですね。はい、でね、調子乗ってバリオがあったんでね、バリオ頼んでしまいました。油ぎっちょぎっちょですね。うまそう。はい、ではね、早速食べていきたいと思います。いただきます。まずエビちゃん、おお、すごい、いろいろね絡まってて美味しそうですね。絡むくのめんなさいんで、これでやっちゃいましょう。うん、柔らかい。うん、ちょっと辛い、エビ辛。うん、これめちゃめちゃご飯進みやすい。うん、ステーキの方いただきます。色ね、本場のウルフギャング食べちゃいましたけどね、やっぱり、ね、外の方でもステーキ食べていきたいと思います。いただきます。うん、柔らかい。このガーリックシュリンプのセットでね、約13ドルぐらい、安くないですね。はい、そしてお待ちかね、バリオいきます。はい、見てください、このギットギトな感じ、たまんないですね。一応ね、当然ニンニク入れてきましたよ。ニンニクもセルフでね、
自分で量を入れる感じです。いやー、まだハワイ来てね、2日目ですけど、この麺が懐かしいですね。美味しそう。では、いただきます。スープか、いただきましょう。うん、バリオの匂いです。あ、うまっ。醤油豚骨とね、この油の感じですね。チャーシューはなんかね、箸で持った感じ、ちょっと固めですね。うん、でも、噛んだらすごく柔らかく、ほぐれますね。ごちそうさまでした。めちゃめちゃねお腹いっぱいになりました。まず今日はねいっぱい歩きましたしね、もうぐっすり寝れそうな状況です。で先ほどねコメントでも残した通りね、一応ハワイって言ってもねやっぱり夜のねハワイね、物騒ですからね、特に日本人の方、私も含めね、まあ本当に海外、まあ日本も含めて今内部危険にはなってきてますけどね、安心ではないということをね常に肝に銘じながらね、行動していければなと思います。気をつけてください。私もね明日は我が身なので気をつけていきたいと思います。はい、で明日はね、まあ、早めにチェックアウトをしてですね、本当はもう一泊できるんですけどね、チェックアウトして、アウラにディズニーリゾートにね宿泊する予定となってます。そこで一泊してね日本に帰国する予定です。なので明日ね8時半ぐらいにはもうね、アウラニの方にね Uber 呼んで向かいたいなと思ってますんでね、もう9時20分ぐらいになっちゃいましたけどね、これから Uber でホテル戻ってぐっすり休みたいと思います。はい、無事にねこちらの、ハイドロフラスクのねボトル嫁とね先方と一緒に買えてよかったなと思います。あとね、ディズニーストアの方でもだいぶね買い物できましたんで、ね、本当に満喫した一日だったと思います。はい、というわけでね、この回の動画はこちらで以上になります。この動画がねためになって参考になった方はぜひ高評価ボタンとねコメント気軽に残していただければと思います。概要欄の下の方に Twitter、LINE、Instagram やってますんで、ぜひねフォローよろしくお願いいたします。はい、またねこういった動画どんどんお届けしていきますので、ね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。